俺たち子供恐竜研究グループ DKETS の3人は謎の石板と本物の恐竜を封じ込めたカードを手に入れた。助ける、私たちを。カードになった恐竜たちが助けを求めている。アクトダウンって奴らが恐竜を集めて何かを企んでいるらしい。俺たちは世界中に散らばったカードを回収して恐竜たちを守らなければならないんだ。恐竜キングはセガと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。教えてやろう。わしは強い恐竜を作るために研究に研究を重ね、すごい装置の開発に成功したのだぞい。そしてその研究のために手に入れたパキケファロサウルスの卵を自ら温めた。生まれた時のあの感動は忘れはせんぞい。あの純粋な美しい瞳。よち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 。そしてわしはパキケファロサウルスをさらに強くすることに成功したのだぞい。ビリビリ、パキケファロサウルスは虹色に輝いておったぞい。いい話ざんす、感動的ざんす。
なんだか恐竜がかわいそうな気もするんすけど。わしが育てたパキヒャファロサウルスは我が子も同然じゃ。だから何としても我が元に連れ戻すんじゃぞい。ピキホー、この目で奴の力を確かめたいぞい。わしも行くぞい。行くってどこへです？ローマに決まっておるぞい。おお、パキケファロサウルスじゃないか。でも何か変な感じがするんです。ちょっと見てください。あの頭の光は何だ？パキケファロサウルスはどこ？イタリアのローマの近くよ。よし、行くぞ。おい、限定プリンは？戻ってくるまでに買っといて。買っといてって言われてもな、忙しいんだけどな。しょうがない、買ってくるとするか。急げ急げ、我が愛しのパキケファロサウルスが待ってるぞい。スピードマックス、絶対バリバリスピードマックスだ。この破壊力、あの可愛かったパキケファロサウルスが泣く子も黙る強い恐竜に育ってくれとるぞい。おかしいね。ん？イタリア人って美人に興味がないのかしら。道中誰にも声をかけられなかったわ。何考えてるんすか。やっぱり美しさに国境はないわ。さすが情熱的なアプローチね。お、いたぞい。おお、我が愛しきパキケファロサウルスよ。なんざんしゅ、この光は。そうじゃ、奴を見るときはこれが必要じゃったぞい。自分が作った恐竜が光を放つこと忘れてたんすか。ちょっと思い出すのが遅れただけぞい。それを忘れてたって言うんですよ。え、どこぞい。わしはどこへ行った。探せ、早く追うんじゃ。入り込んだはずだけど、あそこだ。え、結構すばしっこいやつだな。スピードならエースに任せてくれ。ディノスラッシュ、吹き抜けろカルノタウルス。お、どこかでバトルが始まったっすよ。あのガキンチョたちに先を越されてしまったのか。早く行け。消えたぞ。エース後ろだ。バトルフィールドが溶けたっす。ガキンチョどもにやられたのかしら。バカな、わしが作った泣く子も黙るシークレット恐竜が負けるはずなどない。わしにはわかるぞい。すぐ近くにおるぞい。ほんとっすか。えっ、あー、後ろだーすぞい。うおおお、会いたかったぞい。古代ローマの遺跡にも勝るわしの最高傑作よ。久しぶりじゃぞい。ほれ、こっちへ来い。一緒に帰るぞい。照れんでもよいぞい。あれ、完璧に無視されてるわよね。会えない時間が二人を引き裂いてちゃうし。長すぎた春っすね。あ、ゾウジジ現れよったな、いまいましいガキッチョども。この間の恨み、忘れてはおらんぞい。なんでわざわざゾウジジが島から出てきてるんだ。いつも通りおばさんたちだけでいいのに。おばさん言うな。そうじゃ、ガキッチョども、この間持っていったわしのカードを返せ。
じゃないとわしが作ったパッキアファロサウルスでお前たちを叩きのめしてやるぞい。作ったってどういうことだ。あんたたちその恐竜に何をしたのよ。強さを与えてやったんだぞい。泣く子も黙る我がシークレット恐竜の力を試す時が来たぞい。いっけー恐竜キング。恐竜じゃんけんいくよ。せーの、ディノディノじゃんけん、じゃんけんポー。グーだよ。恐竜キング。いっけなんじゃ、そっちじゃないぞい。勝手に暴れてるみたいだけど、どうなってるんだ。なんか竜太っぽくない。確かに似てるかも。落ち着きのなさとか。うっせえ。どうしてわしの言うことが聞けんのか。ドクターの言うことを聞かない恐竜なんてお仕置きよ。えい、サイカリアちゃん出動っす。待て、わしの命令なしに勝手なことするんじゃない。あ、カーボが行かないで、サイカリアちゃん。おりゃうっ、嘘、恐竜に乗っちゃった。むちゃくちゃだぜ、あのじいさん。わしのぬくもりを忘れたというのか。絶対に話さんぞい。二度と話すもんか。ドクター、邪魔よ、おばさん。おばさん、危ないよ、おばさん。どけ、おばさん。おばさん言うな。ドロスイアロス。いいからさっさと追うんだよ。出番なったの俺だよ。これは真実の口ざんす。隠し事や偽りがあれば手を食いちぎられるざんす。そんなの作り話に決まってるっす。だったら一緒に入れるざんす。せーので、ほい。抜けないざんす。何か隠し事があるざんすね。ノラちゃんこそ白状するっす。隠し事だって。あるあるあるっす。もっと急げって言ってるでしょ、このおたんこガキンチュー。うっ、重いんだよ、おばさんが。いや、おばさんって言うな。やめよ、ちょ。何するんだよ、危ないだろ。あんたがおばさんって言うからでしょ。もうちょっとはおばさんだ。私はまだ19よ。わしがどんな思いでお前を。それなのになぜ。危ないわよ、早く飛び降りて。やかましいぞい。そいつはわしのもんじゃ、誰にも渡さんぞい。あいつはもうわしのこと忘れてしまっとるぞい。起きを落とさないで、きっと反抗期なんですわ。あいつは太陽の光を反射するものに反応してるんじゃないのか。追いかけよう。あ、何すんの山。ドクター、乗ってください。ぶっちぎりますわよ。はいだ。わしの恐竜王国にふさわしい場所だぞ。ん、ドクター。え、我が息子よ、これ以上わしに恥をかかせるでないぞい。こんなものを使ってお前を操りたくなかったが仕方あるまい。やめろよ、嫌がってるじゃないか。黙れガキンチョ、これでわしの思い通りに行くぞい。行け、パキケファロサウルス。わしに盾つくというのか。あんた、ドクターに育ててもらった王を忘れるとは、それとも恐竜なの。本当にもう通じ合えないのじゃな。許さん、許さんぞい。わしの力を思い知らせてやるぞい。ラジャー、出ておいで、スピノサウルス。こっちも総力戦だ。
驚け、トリケラトプス。抜ければいいざんす。エドがカードを握ってる間にミーが助けを呼んでくるじゃんす。でもそれが嘘なら食いちぎられるっすよ。なぜ黙るんすか。嘘ついてたっすね。自分だけ助かって逃げようとしたっすね。いや、ざんす。嘘つき。わしに歯向かったパキケファロがどうなるか黙って見ておれ。ネッククラッシャー。バレバレ、ガブの身代わりに。エース、パキケファロサウルスを助けるんだ。今すぐ楽にしてあげるからね。手入れします。よし、嘘だろ。カード、ドクターの恐竜ちゃんなのよ。絶対に渡さないわ。
くらえ！せこいの！邪魔ないわね。これが泣く子も黙るアクト団の実力よ。バトルが終わったみたいっす。このまま置いてきぼりは嫌ざんす。せーのでポーン。やったー、食いちぎられてないざんす。よかったっす。あれはカードがないざんす。まあ、あったっす。また抜けなくなったざんす。やっぱり隠し事してるっすね。ミーは生まれてこの方、嘘をついたことなどないざんす。嘘つき。だったら手を抜いてみるっす。キラキラ光ってちょっとかっこよくない？落ち着きのない人ってこういうのに心奪われるんだね。そのキラキラが問題なんだよ。何か特殊な方法によって恐竜カードと技カードが融合されてるようね。今の時点での分離は難しいわ。恐竜に手を加えるなんて本当ひどい。ゾイジジイの野郎だけは絶対に許さない。で父さん、それはもしかして苦労して手に入れた最後の一個、俺の限定プリンちゃん。ブライト父さん、おいやめろ。俺のプリン、ああプリンか、プリンか。落ち着きなさいよリュータ。博士もチビちゃんたちを見習ってください。おしんしん、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 おしんしん。ハクワキングにジュラキング、恐竜体操をやってみよう。トリケラトプスはケラケラケラ、両手をバンザイ、雷だ、コロコロ。パラサウロロプスはパラパラパラ、ダンスしながら草になれ、サーバー。カルノタウルス、カルカルカル、軽く飛んじゃえ、風になれ、ヒュー。地球は僕らのグランドさ、大大大大大胆に恐竜たちと運動会、大大大大大好きさ、みんなヒーロー、見て見てみ。おしんしん、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 おしんしん。北アメリカで発掘された恐竜で、体長およそ8メートル、白亜紀の草食恐竜だ。名前の意味は分厚い頭を持つトカゲ。その名の通りヘルメットのような頭を持っていて、頭の骨の厚さは25センチもあったんだ。激烈石頭。もういいから。せっかくの温泉旅行なのに、すぐ近くで火山が噴火。おい、そこの恐竜、そっち行っちゃ危ないぞ。次回、古代王者恐竜キング、ぶらり恐竜温泉、恐竜調べて待っててね。恐竜キングはセガと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。